原寸大だって。そんな簡単な話じゃないんだ。やったすごい。本タメ、さあ今回も本タメ始めていきましょう。あかりんです。たくみです。まあいつも通りの大好き文芸コーナーですね。5回に来ましたけど、はい、何やるんですか。今日もお二人にせっかくね書店にいますんで、大型書店であるミッションをこなしていただきます、はい、なるほど。あれなかなか大変ですよね。そう、なんか大きく外すのも恥ずかしいし、うん、確かに。かといってね見当もつかないし、ね、いや難しかったですもんね、はい、もうね今回は何を、分かりやすいやつがいいな、ね、探すんでしょうか。はい、今日お二人に探し来ていただく本は、一番大きい本を見つけてきてください。大きい本、大きい本、表紙が一番大きい本ですね。表紙のじゃあ面積が大きい本、はい、今日だからもうあれですよね、何回でもいいんですね。今回この八重洲ブックセンター本店さんの何回でも良いと。1回から8回まで。うわ難しい。でも絶対この回じゃないよね。この回じゃないな、ね、この回の最大は多分これぐらいです、ね、だってもう普通の、うん、多分こういう後ろのハードカバーぐらいが一番大きいかもしれない、ね、ハードカバーがね大きいですもんね。ハードカバーは雑誌レベルで超えちゃうから、うん、でもだって多分雑誌よりも図鑑とかの方がさらに大きいじゃないですか。そうそう、図鑑は狙い目かなとは思うけど、うん、まあ、前回それで外してるんでね、はい、じゃあまた制限時間、ね、はい、10分間で、はい、10分間で10分間いきましょう。はい、一番大きい本を探せ、はい、スタート、はい、スタート。本タメ、見当がつきません何も見当がつきません。いやでもまあ多分ね、あっちはね、まあ、美術コーナーとかに行くと思うんですよ。好きですもんね、はい、でその知識量はねやっぱねちょっと負けてるんで、なんかそこで戦っても、ね、勝てない気がする。いやなんかでも大きいのってイコール絵で必要じゃないですか。ってことはやっぱ上の方に美術的な方な気がするんですよね。ちょっとこれ見よう。やっぱ上だと思うんですよね。ちょっと上に行きましょう。絶対写真とかの気がするんですよ。でも絵本とかもさ大きいのないですか。一旦ワンワンワンバンしよう。さあやってきました絵本のコーナー。前も来た気がするあほらだって結構ねすごくない、原寸大だってでかい。えこれめっちゃ大きいのあるよ。大きくない、大きい。何これすごい、人体骨格の模型作れる。えこれ楽しそう。もう大体にちょっとサイズ感を把握しないとこのぐらい体でそうそう。あでもね、さっきよりはねこのぐらいですね。今でもねざっと見てる感じやっぱあの人体模型ですよね。いやでもねこの八重洲ブックセンター本店さん8階が美術とか、まあ、写真集、映画、演劇音楽っていう、まあ、なんか大きそうな方並んでるんですよね。でもやっぱね8階に行くと思うんですよ。それで負けるの一番悔しいですかね。同じ階にいて本見つけられないっていうのはね。あえてうわなさそう。他に8階しかなさそう。8階しかなさそう。同じフロアで勝負。いや6階行ってみたいですね。6階がやっぱ地図があるし、あとなんかスポーツとかってでかい写真みたいなのないかなっていうのがありますね。あとアウトドア、なんかちょっと自分の想像を超えるような本がある気がするんで6階をね普段まあ見ない回ですけども、あまり、はい、あでも相当すごい、やっぱりねこういうちょっとやっぱカラーでね広くないと見れないようなね本もあるんで、こういう、いやでもこれは普通にもう最終手段ではあるな。どういうことですか。これぐらいのサイズはちょっと頭に入れておいてこれ乾燥したらダメですよ。これダメかな本じゃない、そっか、くそー。あ、なんか
なんかいる。黄色い人がなんかいますよ。なんであっち、なんで同じ階にいる。なんで6階にいるんだ。おかしいな。8階行けるのか、これ。8階行っていいのか。いや、登ってきました、やっぱり。やっぱり登ってきました。いや、結局やっぱ写真集だと思うんですよ、私。だって写真は大きく見てこそですもん、絵とか。もうただ自分が好きな階に行くみたいになってるけど。高い本探したときに見た。あ、でも同じぐらいか。これ一個キープ。絶対方向性はね合ってると思うんです。でも絵より絶対ほら写真集の方が大きいと思うんですよね。あ、でも同じぐらい。やっぱこれ。これより大きいのないのかな、このぐらいより。なんかでももう一回りぐらいありそうですけどね。ね、あ、やっぱやばい、ないかも、ないかも、やばい。下に降りるか。なんか思いのほかちょっと見当違いでしたね。これあれですかね、一回行ってみますか。ちょっと恥ずかしいんですよね、いつも1階が一番ね、あのお客さんがいるのでね。はい、さあ1階に来ました。一番わかんないですね、何から探したらいいか。本当にないっすよ。やばいな、これ全然ないって。残り時間どれぐらいですか。もう5分切ってますよ。もうないな、これは。諦めます。1階じゃあエレベーターで8階行きましょう。はい、今まで見た中ではなかった。はい、もう今まで見た本の中で一番大きいのは人体模型。あれより上を目指すか。さすがにやんなんで笑われてた気がしますね。大きい本探して家にあるぐらいのサイズ持ってきたら。あれあります。はい、ありますね。あと雑誌。でも雑誌ってそこまでじゃないんですよね、絶対。医学書とか足を踏み入れたことのないところ。え、でもなんか大きそうな本ないですもんね、まずね。 そもそもね、本棚自体がね、ちっちゃめ。じゃあ絶対やっぱ下だよ。あれだよ、正直これより大きいの想像つかないもん。でもあれじゃないですか、さっき見たあの絵の画集のやつとかだと横幅がもうちょいあるじゃないですか。そうです、比べてみます、並べて。意外とないですよ、そんな。本当にそんなのかな。答えは人体模型なのかな。赤にもいないし。赤にはもう部屋に取り込まされますね。くそ。うわ、8回見終わってる人だ。うわ、見終わってる人じゃん。バレないように。全然大きい、全然大きい。やばい、結構違います。違いましたね。これでしょ。じゃあこれで、これちょっとお返し。はい、はい、やばい、やばい。これ勝てないよ俺は。もういやいや、まだまだ行きますよ。ネタに走った方がいいのか。あ、でも結構ないない。そんなになかった。なんかもう8階に希望を持ちすぎた。そんな簡単な話じゃないんだ、大きい本って。
じゃあもう一冊選びましょう。本ため。お疲れ様です。お疲れ様でした。はい、した結構なんかかぶりましたね、いる場所が。あ、確かに初めてぐらいですよ ね。まあ目星がやっぱ8階にね。ね、はい、やっぱりね大きいのがね。あったら同じでしたね。ちょっと自信のほど聞いていいですか。そうですね、まあ僕自信あるんで後の方がいいと思います。ほう、はい、なるほど、わかりました。じゃあ内田さん来ていただきます。お願いします。はい、お願いします。お願いします。いつもお世話になってます。いつもお世話になってます。こちらこそ。お願いします。センターの内田です。よろしくお願いします。はい、今日は、大きい本ということで2人に探してきてもらいました。はい、はい、じゃあもう早速ですけど、うん、最初にあかり、はい、この書店で大きいと思った本、はい、お願いします。この書店で一番大きいと思う本はこれです。じゃーん、フルメール全作品集。これね、前の高い本の探してた時に見つけたんですよ。あれ、前回持ってきたのは歌舞伎の。そうだ、全部 の DVD 付きのやつなんですけど、その1個前にこれだって思った時に見つけたやつです。これ5万円するんですけど。うわ、値段もするし大きいし。8階ですか。これ8階です。やっぱまあ8階はね、確かにこういう、ね、美術系が強いかなっていうのはね、やっぱり思いましたよね。うん、そう、なんか絵とか写真とかはやっぱ大きくないといけないかなっていうふうに思ったんですよ。うん、中でもじゃあフェルメールが一番大きかったという。はい、私はそう思いました。なるほど。匠さんはでも自信があるっておっしゃってたから、うん、どんなのかちょっと楽しみです。どうですか内田さん的には。あれ、まあ書店でも大きい方ですか。あ、これはかなり大きい方ですね。お、うん、やったでしょうね。まあ、うん、大きい方ではあると思います。ほう、わー、はい、じゃあそれより上に行ったのかな。うん、まあ、前回は値段だったんで見た時に比べられないじゃないですか。はいはい。まあ、今回ね、見た目で分かる大きさなんで、はい、まあ、正直ちょっと自信があるというか。お、まあ、正直これとは全然次元が違うなって思ってしまうんですけど。あら、あらあらあら、はい、僕が見つけた本はですね、はい、全然次元が違う。次元が違う。本当にもう出して早く早く出して。片手で持てるサイズなんですか。いや、僕握力強いんですよ。なるほど、バキバキ持ってる。バキバキ持ってる今。じゃあほら早く出して。はい、こちらドン、異次元の大地へ。ちっちゃ。いやいやいや、ちっちゃ。次元がね、次元が違うでしょ。違う、違うけど。はい、ということで今回の範囲はですね、僕もですね、まあ、8階にねすぐに行くと思って、うん、はいはいはい、でも8階知識量がねこういう部分で負けてるので、はい、別の階から攻めていったんですよ。うん、確かに。ずっと僕1階にも行ったんですよ。あら、1階の最大サイズがね、まさかね、見つけた中ではもう雑誌。あー、やっぱ雑誌サイズ、ね、ただ恥ずかしかっただけ、1階に行って。カメラ、そう、人に、人がいっぱいのところでうろうろして。でもうね、急いで8階戻ってきて、はいはい、なんかしないと、もう探す時間もないし、うん、なんか面白いことしないとと思って、その時間内で決めた大喜利の回答が異次元の大地へ、こちらです。これ大喜利じゃないですからね。さあ、内田さん、僕の大喜利いかがでしょう。大喜利としては満点だ。ありがとうございます。優しい。やった。優しいですよ、内田さん。ということでですね、皆さんも、もう、ぜひ書店に。だってさ、それちょっとここに並べてみてくださいよ。ほらこれ横にしたら大体2冊分あると思いますよ、異次元の大地。ほらあるな、ほら異次元の大地2冊分あるんですか。私これと悩んだやつも異次元の大地より大きいですよ。でしょうね。いや、これ選ぶ基準すらなかったんですよ。うん、これと同じ本が隣に20冊ぐらい並んで、まあ、なんならもっと大きい本もありますよね。でも絶対勝てないと思った。もうこれじゃ、こんなんじゃないと思った。うん、だって家にあってもおかしくないもん。まあ、確かにそうですよね。うん、とか、なんか匠さん読んでそう、これ。ちょっと好きなタイプだったかな。ね、好きそうですね。こういう、はい、美しい風景とか読んでみたいです。確かに。じゃあ今回は匠さん惨敗ですけれども。そうですね。一応この八重洲ブックセンターさんのお持ちの一番大きい本、はい、皆さん教えていただいてもよろしいですか。これより何の大きい本。じゃあ正解を持ってきます。はい。正解はこちら、フェルメール全作品集。やったー、すごい、ひかりんさん正解です。正解とかあるんだ、この企画で正解とかあるんだ。あるんですね。あかりんさんが持ってこられた外の箱なので、はいはいはい、中身がこれなんですけど、どっちにしろ大きさは一番大きいです、ね。やったー、すごい、めっちゃ立派ですね。そうですね。うわ、当たることあるんだこの企画って。本当に、本当にあるんだ。すっごいびっくりしてる。で、実は、はい、その
たくみさんとあかりんさんが6階でご覧になってたあのボーニーっていう、あ、そう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 、あれもですね、実はこれと同じ大きさなので、え、あれを持ってきていただいてれば同点でお二人とも正解だったんですよね。何ですか、たくみさん。嘘、ニアミスしてたってこと。ニアミスだ。手に持ってたやつですよ。そうです。うわ、あれでかいんだ。あれめっちゃでかいですよね。これと同じ大きさです。うわ、え、なんだこの神な展開は。そんな、うわ、なんでだろう、全然理由わかんない。あれが僕には小さく見えました。薄かったですもんね、でもちょっと。うわ、錯覚か。たくみさんずっとあれが家にあるって言ってましたよね。家にあるって言ってた。嘘だな。ないよな、さすがにこの子で一番でかい本は家にないよな。あ、じゃあ大喜利大喜利考えないで見てたら、もしかしたら最初から考えてたわけじゃないから。あの途中で諦めちゃって。見つからなすぎて。ちなみにあの B4 サイズっていうサイズで、あの週刊文春のサイズがあの B5 サイズって、これの半分なんですよ、うん、週刊文春の倍の大きさ。あ、そういう、なるほど、そうか、そういうので決まってるから B4 っていう、ね、それが一番大きいですね。あ、美味しかったですね。惜しかった、どうせ真の正解は8階にあるだろうというものにとらわれてました。だから全てがまさか6階に答えはそう近づけると思ったけど、はい、その答えのサイズはないと思ってたから、うん、ボーニーを見逃してた。いや、手に取ってましたけど。、うん、どんまい、どんまいだなこれ、どんまい。はい、今日まさかの正解が出たということで、東京駅八重洲ブックセンターさんの一番大きい本はこちら、フルメール全作品集でした。はい、あかりおめでとうございます。ありがとうございます。顔が隠れてるけど。大きすぎてね。そう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 。これ実は色もですね、我々のカラーと同じなんですよ。これフルメール全作品集は。フルメールカラーでしたね、我々。フルメールカラーだってね、耳飾りのね、こと同じ色使いですよ、我々は。確かに。そういうことか、すべては。すべては手のひらの上だったのか。どういうまとめ方ですか。踊らされてましたわ。踊らされてたな、これ。今日も内田さんありがとうございました。ありがとうございました。本ため、いや、こういう対決で勝つって気持ちいいですね。はい。この動画が面白いと思ったら高評価、はい、チャンネル登録、うん、あとコメントの方もよろしくお願いします。お願いします。あとこういう書店でやってほしい企画もコメントとかに書いていただけたら嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。お願いします。それでは次回またお会いしましょう。内田さんも完璧にやってる。そう、完璧って思った。どうして、すごい、我々これ慣れるの2ヶ月かかったね。